アニメコンベンションアニメコンベンションとは、アニメを主題としたコンベンションを指す。コンベンション内のカッコの企画をイベントと呼ぶ。主にファン組織による NPO 主催のコンベンションが多いが、営利コンベンションや企業コンベンションも少なからずある。特に NPO 形態のアニメコンベンションでは、一般参加者を客と呼称すると税制上の問題があるので、 参加者もしくは会員と呼ぶ。また、入場に関しても有料なことが多いが、同じく税制上の理由で登録料もしくは会費と呼ばれている。参加者登録をすると参加者バッジが発行されるが、これもチケットだと会場のコンベンションセンターに販売手数料を支払う必要があることにゆえんする。米国で。 セーラームーンがテレビ放映される1995年までの参加者は20代の男性が多かったが、以降は女性ファンや未成年の参加者が急増している。日本のコミケとは違い、ファン作品の即売はアーティストアレイと呼ばれるコンベンションの一企画であり、物販は業者の出展会場のディーラーズルームで行われる。アニメコンベンションは週末の金曜日から、 日曜日の3日間にかけて開催されるのが一般的である。3連休の週末を利用して期間が4日間の大型コンベンションもある。会場は中小規模のコンベンションならばホテル、大型ならばコンベンションセンターを会場としている。よほどの小さなコンベンションでない限り、アニメコンベンションはアニメや関連業界のプロをゲストオブオナーとして招聘する。コンベンションは大抵。 オープニングセレモニーから始まるが、開会式に重点を置かなかったり、開会式すらないコンベンションもある。ここでゲストは、司会に紹介され、舞台挨拶をする。最後に開会宣言により、コンベンションが形式上開会となる。ゲストは主に、日本で活躍しているプロのアニメーターや、原作者、声優が多いが、予算やつてが限られている。中小コンベンションでは、 現地語版の吹き替え声優がゲストになることが多い。ゲストはパネルと呼ばれるトークイベントとサイン会に参加することが期待されている。プロやゲスト以外のイベントでは日本でマットビデオとして知られるアニメ映像と音楽を編集したアニメミュージックビデオの上映会、マスカレードもしくはターンにコスプレと呼ばれるコスプレコンテストアニメ商品の販売会場である。 ディーラーズルームなどがある。マスカレードではコスプレイヤーがエントリーして舞台で寸劇などを演じる。審査員がいて採点が行われ受賞者が決められる。審査員はゲストのこともあるが有名コスプレイヤーが厳しく採点することが多い。近年ではコンベンションに歌手やバンドが招聘されてコンサートで歌うのも定着している。大手コンベンションはソニー、エイベックス、 ジェネオン、ビクターなどのレーベルのアーティストを迎え、中堅コンベンションも日本のインディーズ系のビジュアル系バンドを好んで、招聘している。小コンベンションでもアニメやゲーム音楽を演目に含むセミプロやアマチュアのカバーバンドが来ている。深夜になるとダンスがあるが、コスプレダンスパーティーではなく、普通のダンスパーティーであることが多い。むしろ、 大事なコスチュームを汗で汚したくないコスプレイヤーは普段着に着替えていることすらある。DJ の趣味にもよるが最低限のダンス系、アニメ音楽を曲目に入れないと不評となる。アニメコンベンションの数は米国、ヨーロッパを中心に増えつつあり、規模の大小を合わせて数えれば今や週末の数よりも多くなっている。大手や中堅コンベンションは 現地代理店の作品発表の場として企業も積極的に参加している。コンベンションの代償を問わずディーラーズルームは必須であり、そこでは業者がアニメや関連したオタクグッズを幅広く販売している。ありがとうございます。